ちゃええやんこの顔顔いいわ、味あるな。はい、どうもお世話になります。アムロのガンプラ製作です。マスターグレードのジムスナイパーカスタムの、組み立てを進めていきます。今回はね、胴体と頭部の組み立てを行います。まずは胴体の方から組み立てていきます。内部フレームのベースはガンダムのバージョン 2.0 のものを、一部流用しているということで、まあ私自身も何度か組み立てた覚えがあるというか、見覚えのある構造ですね。確かジムスナイパー2の内部フレームもほぼ同じようなものだったと思います。特別大胆に動くギミックがあるわけではないんですが、まあ小さな動きで柔軟に稼働するというものを実装した、まあ、とても優秀なフレーム、肩関節だと思います。まあ、あまりね、ジムスナイパーカスタムのフレームが複雑にスライドしたりとかは、まあ、見た目に似つかわしくない感じもしますし、ちょうど良いのかなという感じですよね。内部フレームがほぼほぼできたので、外装をかぶせていきます。まあ、このジムスナイパーカスタムの配色もいいですよね。ミリタリーテイストで。昔のロボットアニメでミリタリーっぽい雰囲気を出していた、ボトムズとかダグラムなんかを思い出しますよね。ボトムズとかダグラムも登場するロボットが近年キット化されてますけど、まあ、その辺と比べるとさすがにジムスナイパーカスタムは相当スタイリッシュにリニューアルされてますよね。まあいつかボトムズとかダグラムなんかもこのチャンネルで作りたいなと思います。ガンプラほど鮮明にね記憶は残ってませんけど、ボトムズもダグラムとかも昔作った記憶はありますね。ということでね、話は少しそれましたけど、胴体の方が完成です。続いて頭部を組み立てていきます。頭部にも一応内部フレームが存在しますね。まあ、一目見てジムと分かる形状をしていて、まあ、微笑ましい気すらしますね、この形。頭部の外装は前後分割で、合わせ目部分はモールド的な処理はされてませんけど、一応説明書の完成見本も特に未処理ですし、ここはそのままでも、まあ、違和感はないですね。下にマスク、上にバイザーをかぶせて、耳当て的なもので固定をします。いい感じに味がありますよね。まあ最高にダサい顔してますね。普通に考えるとマスクしてバイザーつけるとかっこよくなりそうなもんですけど、真逆にダサくなる感じが、何とも言えませんね。最高です。ということで胴体と頭部が完成です。可動についてはご覧の通りですね。いろいろな場所がかなり柔軟に動いてくれます。まあ、詳しい可動に関してはね、全体が完成してからもう一度確認をしたいと思います。はい、ということでね、今回はここまでとなります。それでは失礼いたします。どうもありがとうございました。